さんこんにちは、ゲーム実況レアの味噌汁です。今日もグッドゲームガールズチャンネルに来てくれてありがとうございます。さてさて、本日はファイナルファンタジーブレイブエクスビアス新キャラが来ております。トランスティナー、セッザー、ガウの3体でございます。でですね、こちらの3体プラス、既存のキャラでですね、書いてなかったけどティナーとケフカが進化星6までなるようになったということで、その2体は持っているのでそちらを覚醒させつつ、こちらの3体狙って、召喚していきたいと思います。はい、実はですね、こちらただいま画像が出ているんですけれども、こちらの画像を見ていただくと分かるんですけど、私実は17時に解禁したんですけど、その解禁してほんと3秒とか4秒の段階でパッて11連したらセッツァーが2体出たんですよ。でケフカも2体出て、わっしょいわっしょいみたいな感じでね。なんでちょっと手元にはセッツァーがもういて、でガウがいなくてトランスティナーがいないっていう状態で引いていきたいと思います。で本日はですね、右上見てわかるんですけど33連分用意してあるんですけど、まあ、ちょっと22連に抑えて、ちょっと残りのラピスは体力回復とかに使おうかなっていう心境では行きますよ。ガウ欲しい、とりあえず行きます。3、2、1、ピュー。まあまあドキ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 。まあセッター出やすいね。あ、ガウ出た。ガウ、腹減った。だってどんな声なんだろう。あ、ティナ出た。セリスも出た。あ、めっちゃ引きじゃん。ロック出た。ロックって6の子でしょ。ロックだけにねみたいな感じじゃなくてね、結構なんかさっきのユニットのね一覧から見ていい感じの引きでした。ではいきます。3、2、1、ピュー。私のジンクスで演出見ないと虹が出る説あるんですよ。いきますよ、連打。嘘だった、嘘だった、たらたら動画の尺が短くなるだけだった。同じ位置だ。あれ既視感よこれ。でもなんかあれですね、あ、なんか結構引いてる感じ、なんかいつもの面々見ないけど、何これ、変わったのか、なんか分母とかが、提供割合。あれ、あ、でも星3からは星3が発出するっていうシステムになったから上がったのかな。でもセッツは4点だよ、めっちゃ出てるんだけど。あ、でもガウとか 6.666 であんなに出るんだから、セッツァーの割合はまあまあまあってところなのか。じゃあ結構出るんだね。見てくれよ、マリーの 0.02941 よ。はい、というわけでですね、こんな感じの22連勝化だったんですけど、ちょっとレベル上げたりとか、なんかストーリーも配信されて、ちょっとラピスをね使いたい場面がたくさんたくさんあるので、保存させていただきましてですね、今回は覚醒が来ておりますので、ちょっと今レベル上げ周回してたのバレてた、ちょっと恥ずかしい。ティナとケフカを進化させていきたいと思います。いきますよ、3、2、1、ピュー。ガチャでもなんでもない。いや、テンション上がるねこれ。私、戦える。みんなの未来を守るため、そして新しい命をこの世界に育むため。え、妊娠してるの？マジかよ、マジかよ。結果もいきます。えい、ちょっと飛ばそう。この世で一番の力を私は取り込んだ。それ以外のもののカスだ、カス以下だ、カス、カスが、カス、カス、カス。やばい、運動しすぎてカスがの動きができない。はい、こんな感じで、ケフカとティナを進化させましてですね、まあいい感じに育てていきたいと思うんですけど、今回ガウとセッツァーとティナと、
ギフクがいるということでですね、そして3日と4日にジャボテンの間みたいな、ジャボテンの間って言ったらジャボテン砂漠か、こちら、はい、こちらのジャボテン砂漠が、3日と4日に来ているということで、ちょっとこのトランスティナちゃんは出なかったんですけど、あの他の子たちを全部ちょっとマックスにして、あのレビュー動画、前回レビューなんとなくしたら、あの役立ったっていうお声をいただいたんで、ワンテンポ遅れちゃうんですけどレビュー動画を作ると思うので、ぜひ皆さんまた見に来てくれたら嬉しいです。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を、その赤いボタンをタップまたはクリックでできるのでぜひよろしくお願いします。そんなね、あのレビュー動画とか、あのこれから降臨やったりとか、降臨じゃねえや、降臨の間の、あの大先生とかのやつやったりとか、あと新ストーリーやったりとか、このマ大陸やったりとか、いろいろちょっとまあ、テンポが遅れちゃうんですけどやっていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあねー。